新放送の駅は、京都府相良郡聖火町大技放送の商事長塚に、ある、近畿日本鉄道京都線の駅。駅番号は、B21。関西文化学術研究都市の中心的な駅の一つである。当駅西側に隣接しており、連絡通路でつながっている。当駅の他にも、学研都市線の駅が近接する駅がいくつかあるが、車掌による放送で、 乗り換え駅としてアナウンスされているのは当駅のみで、あるはお乗り換えですと放送されている。当駅まで京阪な線を延伸する構想があるが、高野原駅に延伸する計画もあり、まだはっきりとしていない。そこで、聖火町議会は、アクセス工場を目指し、当駅まで近鉄京阪な線を延伸させるよう求める決議を、全会一致で可決した。当初は、 準急と普通しか停車しなかったが、2000年のダイヤ改正以降急行も停車するようになった。島式ホームに面4線を持つ地上駅で、京上駅舎を有している。ホーム有高長は6両編成分である。改札口は1カ所のみで、駅舎の出入り口は東西両方に設けられている。新田鍋駅管理の友人駅で、ピタパイ効果対応の自動改札機及び、 自動生産機、IC カード専用改札機が設置されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り、奈良交通が運行。駅ナンバリングを全線で実施します。近畿日本鉄道、http コロンスラッシュスラッシュ www.kintetsu.co.jp スラッシュオール。ニュース、ニュース、インフォ。 ハポ、PDF2016 年2月25日閲覧。近鉄京阪な線、新放送のまで延伸を、京都、聖火町議会が決議京都新聞 AB ネサ悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄3号近畿日本鉄道、に、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、12から13ページ。 ISBN 978から4から02から34133から4平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります近畿日本鉄道 http://www.kintetsu.jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ i c c a r d 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年2月25日閲覧 ?ab 駅の情報新放送の近畿日本鉄道2021年5月3日閲覧駅物上工事任京都線近畿日本鉄道 ありがとうございます。